はい、どうもこんばんは、マキです。ということで、マキの K-POP 勉強部屋へようこそということで、一人です。まあ、スタッフくんがね、いないので、今一人なんですけど、まあね、言った通り僕がね、頑張って動画編集とかも、サブチャンの方もね、更新頑張っていきたいと思います。ということで、早速なんですけど、本日、まあ現在がですね、6時34分でございます。23日。ということは、ツレイキッズ、カンマです。イェイ！あらだった、カンマくんね、根性もね。根性はいますから。根性はいますから。はい。ということでね。まあ、早速なんですけど、カムバックしたということで、リアクション動画撮っていきたいんですけど、まあ、今回、ストレイキッズ、何作目になるんかな？ちょっとそこら辺も詳しく下の方、コメントの方でね、ファンの方書いてください。ステイの皆さんね。はい。ということで、今回の曲が、ソリックンということで、ソリックンってどういう意味なんだろうって、調べてみようか。はい。ソリックンの意味は、歌い手。歌い手っていう意味ですね。はい。ということで、なんかそういうところも含めて、あ、映画とかあるんだ。ソリックンっていう映画とかがあったりとかするような感じでございますけど、まあ、とりあえず見ていこうかなっていうふうに思います。私の推し、ハン・ジソン君はどのような感じなんでしょうか。まあ、ラップバチバチでやってくれるかと思いますので、ぜひ見ていきたいと思います。それでは行きましょう。か！ 6 hours later.はい、ということで、もう、部屋の方でやるんでね、このヘッドホンつけて、すごい朝原翔子みたいになってる。なんか、関昭夫みたいになってない？大丈夫そう？ということでね、もう早速見ていきたいと思います。ファーストリアクションでございます。それでは行きましょう。GO！ あ、めちゃめちゃなんか、ティーザーの方見たんですけど、めっちゃアニメ調だよね。今回。しかもアメリカのアニメって感じ。かっこいい！イェーイ！チャンビリー！え、めっちゃかっこいい。え、ジソー！髪跳ねてるよ！わー、いいね。こういうなんか語りのようなラップ。いやー、あ、ヒョンジおかえりー！いいね、かっこいい。あれみたい。手じったーみたい。場所が。めっちゃいい。バンちゃんの赤髪はどうなんですか？やっぱり、関明夫からしたら、ちょっと、ねえ、単発赤髪ちょっと、もっとあるで、りのちゃんかっこいいです、いや。お、めっちゃいい！いいね、やっぱなんかこういうさ、フィリちゃん。あ、いいね、やっぱこういうリズム多いよね。ドゥンドゥンドゥンとか、ラッパッパーとかさ。アイエンやばい、ヘッドホン自分の声聞こえないんだけど、ちょっとずらそう。あ、ヒョンジン。かっこいい。てかね、やっぱ髪長いのいいよね。いや、マジで俺関明夫じゃない？もうそんなんどうだっていいんだけど。ずっと髪跳ねてない？大丈夫そう？かわいい。え、めっちゃ髪伸びたね、やっぱ。フィリちゃん。いいね。やっぱなんかこういうさ、世界観のコンセプト好き。それこそ NCT もさ、キックイットとかさ、そのテジッターはあれですけど、飛んだ、シュガ様がね、オーガスト D でやってますけどね。こういうなんか雰囲気の感じが好き。おーい！見たよめっちゃいい何今のやっぱトラックかっこいいし、これもスリーラチャかな？トラックかっこよくない？めっちゃいいじゃん。今回誰？いや。なんかいいね。スキズはもう自然と、えいってなるこの感じがしっかりあるからさ。ソリくん！歌いてって言ってるからね。白黒、オセロかなあめっちゃいいじゃん。ラパパパパパだいたいこういうところ、チャンビニーかないいね。赤いのもいいし。おいお、かっこいい。ちょっと最後の最後までやるじゃないですか。アニメ調は最初だけでしたね。なんかアニメ調な感じで、バチバチ来るんかなと思ったけどさ、そういうわけでもなかったですね。そんでもってさ、この映像見たらわかると思うんですけど、いつもこれぐらいじゃん。映像の感じってこれぐらいだと思うんですけど、長いんですよね、スキズって。16対9じゃなくて、何対何になるんだろう、あれ。映画と一緒のサイズ感なんですよね。はい、ということで。めちゃめちゃいいじゃん。やっぱり、ドゥン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 みたいな形で、ラッパッパーとかさ、多いよね。やっぱそれが特徴なのかもしれないですね。今回のスキズっていうか、まあ、全体的なコンセプトとして、スキズはそういうところがあるかもしれない。うわ、これもうちょっとなんか、一回止めながら見てみようか。ちょっと止めながら見ていきたいなっていうふうに思うんですけど、ちょっとせっかくなんでね。これ後々いろいろ出てくるかもしれないです。むしろファンの人とかいろいろ気づいてる部分とかあったりするかもしれないんで、そういうところもね、もう一回見ていきたいと思います。関明夫にならないような髪型で、あ、これならどうですか？関明夫になりませんかね。A few inches later. はい、ちょっとずつ止めながら行こうかなっていうふうに思います。はい。いいよね。ここなんか書いてんのかな？なんて書いてたんだろう。いや、やっぱここの、ここめっちゃかっこよくない？このチャンミンめっちゃかっこいいでしょ。この、火の、なんていうの、火の玉？見て、ジソンちゃん。ずっと跳ねてんのね。赤い服もいいね、やっぱり。これ後半の方にも出ますけどね。ここなんて言ってんだろう。てか、俺、字幕出してみていい？ブッバー！いいね。しっかり音鳴ってたんだ。クラクションの音とかも使ったりとかさ。いい感じでございますね。あれ、銀髪誰？あ、フィリちゃんでした。今、銀髪。ここのリのかっこよくない？ソーリブーン！ソーリグン！ペッペッペッ！わかりやすいね、歌詞書いてると。あー、こう、雷って意味だったんだ。ゴロゴロドッカンこれ、日本語字幕いいね。これ逆に日本語のさ、ジャパニーズバージョン出したらどうなるんだろう、これ。そう、みんな、うわごとごと。あれこれめんどくさくて、いいや。いいね。すんちゃん。いや、いいね。俺この担当したいんだけど。タン。いやー、なんかね、真似はできないけど、真似したくなる動き多い。スキズ。ね、こういうなんか全体でのパフォーマンス、腕組んでこうとかさ、TWICE とかもなんか多いよね。手組むわけじゃないけどさ、全体パフォーマンスみたいな形の多いイメージある。やっぱり、JYP って。ここってこっちもなっちゃうよ。パフォーマンスと歌とって合わせるこの感じいいよな。やっぱなんか頭にこう、ちょっと長いじゃん。未だにさ、ヒョンジンって。なんかちょっとつけてたりとかやっぱ可愛いよね。まれまれはら。ここは髪立ってないですね。何飛んでんだろう。鳥か。この白と黒もなんか意味があるんかな。はは！めっちゃいいな。ラカカカカカってゴロゴロドッカンって意味なんかな。いいね。これなんて言うんだっけ？でもちゃんとさ、太鼓の音と、シンバルじゃないけどさ、鐘の音、カンカ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 ンって、なんて言うんだっけあれ。チャンバラじゃなくて、楽器名忘れたんですけど、シンバルこう、ちっちゃいシンバルみたいなの持って、チャンカ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 ンって、あれ難しいんですよ。あれの音とかもやっぱトラックにちゃんと入ってるもんね。チャンカ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 カンカカンカカンカってしっかり入ってるし。いいねー。6 hours later。最高ですよ。もう、売れるや。で、今回のやつが、あれですよね、キングダムが終わって、その後に、あれなんか MV はさ、ヒョンジンちゃんが出てるやつあったけどさ、しっかりとしたカムバックっていうのは今回が、それ以来なんじゃないですか？だからもうファンがグーンってなってから、さらにこうスキズの知名度上がって1位になってみたいな。後でこれでしょ？バッチリじゃん。そっちのプロモーションも良くて、さらにこの曲もめちゃめちゃいいじゃん。で、今までとやっぱり合ってるし、ちゃんと。拍手。もうスキズはもう安定でございます。うわー、サイン会とかあるんかなー。オフラインないかな？オフラインやったら行きたいな。ジソンちゃんってもうね、韓国語頑張って会いに行きたいところではあるんですけど、せっかくオフラインだったらね、なんかオンラインとかだって、オフラインだったらさ、みんな行けない人とかもいると思うんで、代わりになんか動画になったりとかして、こう皆さんに共有できるかなって思ったりとかもするんですけど、会ったら行きたいなっていう風に思うけどね。男性のボーダーが怖くてわしは手が出せ。はい、ということで、今回はソリックンということでね、カムバックを改めましておめでとうございます。はい。もうステイの皆さんもね、これからがすごい楽しみになってくるかと思いますので、一緒にね、楽しみたいと思います。まあ、またね、なんかこれに関してね、この MV に関して色々と、こういうのあったんですよ、実はこういうところがあって、みたいなのがありましたら、ぜひとも教えてください。まあ、なんかそういうのもね、まとめて、また動画にできればなっていうふうに思います。ストレイキッズもね、僕も応援しておりますので、同じ JYP のグループとして、JYP ネーションとか、JYP ファミリーとして応援していきたいと思います。まあ私が JYP ってわけじゃないんですけどね、推してる友達ちゃんが JYP ってだけなんですけど。はい、ということで皆さんもぜひ下のコメント欄の方にたくさん感想だったりとか書いてみてください。ということで、下の概要欄の方にもね、この MV の方貼っておりますので、ぜひとも見てみてください。ということで、ね、あれ、今週も、はい、さよならって。はい、バイバーイ。